皆さんこんにちは、まなみです。今回はリクエストを多くいただいていたゲラのファンデーションをレビューしていきます。下地も合わせて購入したので併用してレビューしていきたいと思います。まず下地はこちらのロールエッセンスエクラで24金配合のメイクアップベースです。商品の説明を読みますと、保湿効果の高い滑らかなジェルの中で光を反射、肌に美しいツヤをもたらし高貴なきらめきを与えます。サテンのようにキメの整ったしなやかな肌はメイクのノリも抜群、美しい仕上がりが長時間持続しますと書いてあります。こちら繊細なフローラルの香りだそうで、トップノートがピーチとグリーンノート、ハートノートはローズ、ラズベリー、ジャスミン、ベースノートはバルサミック、ベンゾイン、ホワイトムスクのパウダリーな香りだそうです。結構匂いは強くて持続します。ファンデーションはこちらのパリュールゴールドスキンフルイドマットです。 SPF15PA3+ 全14色展開だと思うんですけど、日本だと10色が販売されています。私が購入したのは 0.5N なんですが、韓国のインチョン空港の免税店で購入したので日本では購入できない色みたいです。こちらも商品の説明を読み上げますと、ホワイトピオニーペタルから抽出した2種類のエキスと24金ピュアゴールドを配合し、肌を若々しく蘇らせるスキンケア成分を 85% 配合、肌色を均一に整え滑らかで洗練された質感へ、使うほどに輝きに満ちた美しい素肌へ導きますというふうに書いてあります。ファンデーションの香りはおそらくフローラル系だと思うんですけど、下地よりは弱いって感じます。でもどちらも外資系のお花の香りっていう感じなので、匂いに敏感な方は店頭などでお試しください。それでは早速塗っているところをご覧いただくんですが、毛穴ニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。それではまずは下地から塗っていきます。手に出すとこんな感じで垂れてくるんですよ。すごくみずみずしいテクスチャーです。細かいゴールドが入っています。ということでまずはハンガーに塗ってみます。肌にのせた時も伸ばしやすくて、ゴールドもそんなにキラキラと反射するわけではないので、そこまで気にならないです。ただ鏡で近くを見た時になんか少し光ってるなっていうのはわかります。これは私の好きなテクスチャーで、少し保湿してくれつつも、でもベタベタにならないです。塗った後は少しペタペタするんですけど、時間が経って乾いてくると、しっとりしているなぐらいに変わっていきます。こちらが塗った方で、こちらが塗っていない方です。先ほどスキンケアをしたんですけど、少しだけしっとりしている部分と、あとサラッとしている部分っていうのがあるんですけど、こちら全体的に潤ってツヤが出ています。今使ってみて第一印象はいいので、ファンデーションをのせるのが楽しみになりました。ということで反対側も塗っていきます。一つだけ難点を挙げるとしたら、日焼け防止効果がないことですね。ファンデーションの日焼け止め効果もそんなに高くないので、外出するときは日焼け止めを一番下に仕込まないといけないかなっていう感じです。こんな感じで金箔が入っているんですけど、広げてしまえばそんなに目立たなくなります。それでは次はファンデーションを塗っていきます。まず左側を資生堂の131番ファンデーションブラシで塗って、右側はこのピカソのスパチュラで広げてから、ハンドビーのスポンジ、濡れているもので塗っていきます。手に出してみるとこのような感じです。こう垂れてきました。それでは塗っていきます。まず少し指で広げてからファンデーションブラシで塗っていきます。こちらも塗りやすいです。でカバー力は低めですね。薄く広がる感じがあります。鼻も塗ってみます。鼻は角栓のザラつきが少しあるんですが、特に引っかかったりせず塗ることができました。この指で塗ってる時も伸ばしやすいなって感じるので、伸ばしにくくてムラになるっていうことはあまりないです。左側に塗り終えました。アップでお見せするとこのような感じです。
薄膜で塗れるのでワンプッシュの半分も使ってないかなっていう量を左側に塗ってみたんですけど、その量の関係もあるかもしれませんが薄付きでカバー力は低めです。なので毛穴の黒ずみとか赤みも透けている感じがわかるかなって思います。でも薄膜でナチュラルなのに綺麗にカバーしてくれているのでものすごく綺麗です。こちらが塗っていない方でこちらが塗った方です。なんか全然厚塗り感もないですよね。下地のおかげもあって乾燥しているところもないですし、ファンデーション自体はマットのファンデーションなんですけど、内側からツヤが透けているような仕上がりになって本当に綺麗です。それでは反対側をスパチュラとスポンジで塗っていきます。スパチュラとスポンジで塗っても綺麗に塗れます。やはりいいファンデーションってどのツールを使って塗っても綺麗に塗れますよね。今年初めてレビューするファンデーションがこれで良かったなって思います。幸先のいいスタートを切れたなっていう感じです。両方塗り終わりました。アップでお見せするとこのような感じです。こちら側は肌が荒れているのでニキビのカバー力とかが分かりやすいと思うんですけど、結構透けているかなっていうのは分かります。スパチュラとスポンジを使った方が薄く塗れるかなと思ったんですけど、こちらと比べてみると右側の方がカバー力が高く見えます。私が重ねる量が多かったんだと思うんですけど、こんな感じで赤みのカバー力とかも少しこちら側が上かなって思います。シミも少し透ける感じはあります。で、毛穴落ちは頬と鼻ともにないので安心して塗れるファンデーションだなって思いました。ここの毛穴は本当に大きくて、いつも角栓が詰まってはポロッと取れるっていうのを繰り返しているんですけど、 TCA クロスっていうなんか酸で溶かすやつみたいなのをやりたいなと思っているんですけど、こういう大きい毛穴は埋まっていなくて見えています。でもこれぐらいの毛穴は隠れないっていうだけで、他の毛穴はほぼ全て隠れているので、非常にこのファンデーション気に入りました。下地はもちろん好きなみずみずしいテクスチャーですし、あとマットのファンデーションもマットといってもそんなにパサパサになるようなマットのファンデーションではないので、仕上がり本当に気に入っています。これで崩れにくければ今年のベスコス候補です。こんなにいいんだったらゲランのパウダーを買えばよかったなと思っているんですけど、購入しなかったのでいつものシャネルのパウダーを使っていきます。シャネルのプードルユニバーサルリーブレーヌ20番を使っていきます。ベージュのパウダーで少しカバー力があるので赤みがより見えている左側に重ねていきます。パウダーを少ししっとり感が残っているくらいまでのせました。アップでお見せするとこのような感じです。それでは今日も7時間検証していきます。こちらは3時間後の動画です。おでこはパウダーを塗った方はまだサラサラしていて、でこちらの塗っていない方はほんの少しだけツヤが増したかなって思います。こちらの頬はこの辺りは全然変わっていないんですけど、この毛穴の開いている部分は少しだけ皮脂が出てきていて光を反射しています。で、鼻は結構皮脂が出ているなって感じているんですけど、塗ってから3時間後って考えるとこの皮脂量は多いですね。ティッシュで少し抑えたくなるような感じです。こちらも少しだけ皮脂は出てきているんですけれども、ほんのちょっとっていう感じです。やはりパウダーの効果で皮脂は抑えられているなって思います。あとこの辺りも皮脂が出ています。こちらの頬はまだしっとりしている感じなんですけど、皮脂は出てきていないです。
ちら5時間後の動画です。おでこはパウダーをした方はまだサラサラしていて、パウダーをしていない方はツヤが増してきました。右側の頬もツヤが増しているのと、鼻はテカっています。左側の鼻も皮脂が増していて、頬はしっとりしてきています。ただ引きで見るとまだまだ綺麗で、毛穴落ちやヨレなどはなかったです。こちら7時間後の動画です。おでこはこちら側は皮脂が出てきていてペタッとしているのと、右側はテカってきています。頬の右側もテカり始めっていう感じで、鼻は完璧にテカっています。鼻の左側は5時間後と同じくらい皮脂が出ていて、頬はペタペタしてきました。それではティッシュオフしてからメイクを直していきます。ティッシュオフだけで綺麗になったので直すところがないって感じたんですが、一応検証のためにファンデーションを重ねていきます。左はブラシで直していきました。直したんですけど、こちらは毛穴落ちしてしまいました。右は指でファンデーションを伸ばしてからスポンジで広げていきます。メイク直しが終わりました。おでこは皮脂が取れただけで、メイク直しはしていないので変わっていなくて、こちらはスポンジで塗ったので厚塗り感があるのと、ヨレとまではいかないんですけど、スムーズで均一ではないっていうのがわかります。でも離れてみたら綺麗な方だと思います。鼻も塗り直したんですが、特に毛穴落ちなどはなく綺麗に直せました。こちらの鼻は塗り直すのを忘れていたので今重ねてみます。少しザラつきが出るかなっていう感じで、パウダーを塗っていたのも関係あると思うんですけど、この辺りは毛穴落ちしてしまったので、あまり触らない方が良かったかなって思います。結果としてはファンデーションを重ねない方が綺麗でした。あと塗り直すのはスポンジの方が綺麗かなって思います。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。まず下地から塗っていきます。ファンデーションを塗っていきます。マスクを着用しなかった日と比べて塗った下地の量が少ないので、よりマットに見えているかと思います。なので陶器肌にしたい方は下地を変えることでマット目にもできます。私の肌は角栓やザラつきが目立ちやすいので、下地はみずみずしいものを使って角栓を少し柔らかくしてからファンデーションを塗るのが好きです。この後パウダーを塗ったのに撮影し忘れてしまったんですが、顔全体にシャネルのパウダーを重ねています。すべて塗り終えました。サラサラになっていて陶器肌っぽく仕上がっています。頬の部分は少ししっとりしていた方が崩れにくいので塗りすぎたかなって思います。でも近くから見てもサラッとしていて綺麗な肌に見えるような仕上がりです。こちらメイクをしてから5時間後で、マスクは4時間ほど着用していました。おでこはまだサラサラで、この辺りとか鼻の頭はファンデーションが剥がれていて毛穴落ちもあります。特段崩れにくいっていうわけでもないんですが、汚くは崩れないファンデーションっていう感想です。マスクの中はこんな感じで不思議なんですけど、鼻のところだけファンデーションがついています。下はうっすら全体的についていました。
この下地とファンデーションの長所をお伝えすると、まず下地はみずみずしいのでファンデーションをのせやすくなります。ファンデーションはどのツールでも塗りやすくてムラになりにくいですし、薄膜で厚塗り感が出ないです。逆に短所は両方とも匂いが強いことと、日焼け防止効果がないまたは低いところ、あと下地の量も関係していると思いますが、皮脂テカリ防止力はそこまで高くないかなって感じました。あと付け加えるとしたら、ファンデーション単体だと結構マットに仕上がるので、さらに下地がマットすぎると若干塗りにくかったです。なので私の肌に似ている方は下地はみずみずしいものを使うか、そこまでマットではないものを使った方が綺麗に仕上がると思います。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。